三、戸黒鉄道の復元された、起点三戸黒鉄道は、かつて、岡山県岡山市中区港並みにあった三、戸黒駅から同市中区門田屋敷にあった、国清寺駅及び同市中区桜橋にあった、桜橋駅を結んでいた京弁鉄道である。この鉄道の目的地であった三、戸黒ロ港は、1692年に実施された、沖新殿の干拓事業に伴い建設された。 沖新殿が1番から9番までの9つの校区に分けて間拓されたことに由来して、明治に入って解消されるまでは3番校という名前であった。岡山市内の京橋港に対する外交として、交通の要衝として長らく繁栄していた。山陽鉄道は1903年3月、岡山高松間に連絡航路を開設し、 岡山京橋の船着き場から旭川をお船で降り3、戸黒港沖の連絡船玉も丸へ乗り継いで高松へ向かっていた。しかし、旭川の川床は年々浅くなり特注した朝日水船朝日丸でも満潮時か増水時を除いて安全運航には支障が出るようになり、結構の日は岡山より100台を超える人力車が下流の臨時船着き場へ向かっていたという。 しかし、1910年の宇野港開港と国鉄うの線の開業により廃止された。3. 戸黒港は大使国連絡の玄関口としての機能を事実上失って地位が低下し始めたことから、その対策として 3. 戸黒鉄道の建設が行われた。その開業が岡山電気軌道との連絡駅となる国木四寺からでは、 なく、サントグロから桜橋からとなったのはこのためであり、桜橋までの建設となったのも、サントグロから同地に所在する岡山ガスへの石炭の輸送が大きな目的であったためであった。線路は、沖新殿の水田の中を直線主体の平坦なルートで付設され、途中には大きな損落は存在しなかったが、上述の通り桜橋には岡山ガスが所在し、 貨物つ側線も付設されていた。1927年には当時進出してきた乗り合い自動車との対向上費用の節減と運転時間短縮、運転回数の増加を狙い、日本車両製造本店で初の機動車として富士1を新造した。さらに翌年には造備車として富士2を新造するなど乗客増に努力したが肝心の3、戸ロ港が 小型内燃機関を搭載した船舶の普及により、水深の浅い旭川の素行も容易となったため、京橋港の外港としての必要性が急速に、低下したことやバスの台頭などから、営業成績が悪化した。兼業として1929年4月23、戸黒駅構内の空き地に、水族館を開館したり、7月に沿線の宮地海水浴場に、 食料販売店を開店するなど、旅客誘致策を取っていたが、岡山市の都市計画道路の建設に、伴い線路用地の提供が求められたこともあって、経営の苦しかった会社は、路盤の買い上げに大田区。1931年に、乗客への予告等なく突然休止され、間もなく廃止された。運行期間十数年と短命であった。なお、廃止前年に、 蒸気機関車13号機が日本洋山機動部へ譲渡され11号機となり、1941年に C911 に改版された後、1953年に廃車になったが、共産工業に運ばれ一部部品がディーゼル機関車 DC121 の下回りに転用されている。また、新造間もない2両の機動車は廃止後1933年になって、 以下佐鉄道へ譲渡され、自10.11となっている。現在も一部の兄弟が移行として残っている。廃止時点のもの、ありがとうございます。